風神の門は、柴良太郎の長編時代小説。1961年から1962年4月まで、東京タイムズに連載された。戦国時代の忍者、霧隠れ斎蔵こと服部ト斎が主人公となっている。真田十勇士を題材にした作品であるが、猿飛佐助と霧隠れ斎蔵以外の十勇士はほとんど描写されていない。また、 作品に登場する忍術は一貫して合理性を持たせて描写されており、忍術者としては高等無形な描写が少ない作風となっている。本作を原作とした同名のテレビドラマが1980年に NHK 総合テレビジョンで放送された。時は関ヶ原の戦いから十数年を経ていた。徳川家康により、豊臣家は、 大阪城に莫大な黄金と共に封じられていた。嵐の前の静け坂、京大阪では秘密裏に、徳川、豊臣双方の患者が暗躍していた。そんな時期に、伊賀忍者の頭領霧隠れ才像は、人違いで何者かに襲われた。その真相を探るべく、動き出した才像を、時世の渦が捉えてゆく。真田幸村に忠誠を誓う猿飛佐助率いる、甲賀の集団。 謎の技を駆使する風魔の集団、伝説の忍者自主要員との忍術合戦に、斎像は命を懸けて臨んでゆく。やがて、戦国期の終焉を告げる大阪の陣へ至る。本作を原作とした同名のテレビドラマが、1980年4月9日から10月1日まで、毎週水曜午後8時に、NHK 総合テレビジョンで放送された。 2006年、2016年、2019年には、時代劇専門チャンネルで再放送された。DVD も出されている。ただしドラマ版と小説版は、相当異なっている。伊賀社上落冬の暗流影の、群像風雲帯道大阪母食暗殺街道、久黒山母上変身小児事,事説到来大殺人、家康狙撃城壁に指摘中先行追撃無宿。 名古屋城大爆破へ放仕参上、慶長地獄雪海戦前や大阪冬の人口が、決した女忍者無情、雪村紛ん選手の出発平均視聴率 10.、10.5%。ありがとうございます。